今日はここに集まっていただいてありがとうございます。ここにいる選手たちは、ここのね福島や東北6県で生まれ育ったり、ここでねたくさんの方にお世話になって、今こうして J リーガーと J リーガーじゃない人もいますけど、僕らがこうやってプレーできているのも本当に東北のおかげで、感謝の気持ちを伝えたいということでいろんな活動をしています。そんな中 J ビレッジもあるここの広野町に来れて非常に嬉しく思いますし、皆さんと触れ合えて楽しかったです。みんなもねいろいろな状況で、大変なことはあるかもしれないですけれども、ここにいるお兄さんおじさんたちを目指し追い越していけるような選手が出てきてほしいなと思うので、みんなも頑張ってサッカー生活これから続けていってください。また機会があったら来たいと思いますので、その時はよろしくお願いします。府警の皆さんも寒い中ずっと残って見ていただいてありがとうございます。あと炊き出ししていただいた西さんをはじめ皆さんありがとうございました。またこういう機会が、ね、あって触れ合いをやっていきたいなと思いますので、またその時には皆さん来てください。ありがとうございました。